するしない。どうも、日向愛子です。今回は新企画、麻雀の匠をお届けします。この企画は麻雀界のトッププレイヤーの思考をすべて皆さんにお届けしようという新たな試みです。ルールはこちら。何三曲一本場、もうラス前の一本場ですけど、だいぶ辛くなりましたね、はい、そうですね、うん、まあ今のはね素晴らしいリャンペイコーで、なんか久々にリャンペイコー見ましたね。綺麗でした。綺麗なドラガシャ、はい。そしてまた苦しい手ですが、もう目標は3着の3着ですね。でこの場合は今6球なんで1本場なんで1326で同点になると、うんうん、ただまあこの局で追いついてももう1局あるんで、まあ、この局別に無理やり1326にしなくてもこれ以上離されないようにオーラスを迎える感じですね、うん、なので、まあ、思うと無理に狙うというよりは失点せずに最後親との点差をまくれるぐらいにしておく、うんうんうん、なのでってなるとまあ一応3色見えてますけど、いや3色これはちょっとかすんでますね。かすんでるよね。でも初飲みとかは上がるほど嬉しくないので、一本場ってね、うん、やっぱまあ初かな。はい、やっぱりブレーズに変わらずに。そうそうそう。すいません、片付けない。はい、片付けない、面目ない、うん、はい。ペイの後何手出し、何表示牌。そうですね、まあ、何は役牌ですからね。キワンの後がリャンワンと出し、お、自牌がまだ出ませんね。まず並びました。お、また3色の位置を見えてきたぞ。で、まあさすがにね、はい、普段は親の現物ペイ持つんですけど、うん、ちょっとね、無理してもいい点数になってきたので、ちょっとだけ普段よりワンパイ持たずに行ってみようかなと思います。ここで切るんですね。ペイを切ってみましょう。へぇー、はい、まあ、着落ちのリスクはないですからね。まあ、ね、5着ないですもんね。はい、白はつもぎでしたね。これ手出しだった事件だよね。なるほど。この曲はもうダメっぽいです。一品はつもぎ、ローワンって出し、9ワンの後、ヤンワンローワンって出し、ワンズ嫌いなんですかね。かもしれないですね。こういう場合は普通に他の一色に行ってる可能性は結構ありますね。染めの手ですね、はいはい、今のとこ半牌を吐く、初チュンと鳴かれてないですけどね。で、あとダムナもないんで、役牌がね、今のとこ役牌が消えちゃいましたの で、 そうです、ね、染めるとしたらもしかしたらね、ドラドラとかあるかもしれないですね。あー、シャアがパワーのつもり、はい、うん、今のとこ私ちょっと3色、あ、一色っぽいですね。で、私は一応そう三統一で三色も残していきたいです。で、バンズね、今とくっついたらいいんで、じゃあこれでも切らないとですね。うん、そう、それもくっつきも残して統一も崩さず、そう、ピンズはね、目は見て、もう一面つか頭でいいやということで、はい、こういっちゃいましょう。なるほど、はい、ウーピン切り、乾杯の後に何が手出されるか、下茶はヤンワン手出し方法まあこれは孤立愛かもしれないですよね。うんうん、そうですね、ね、白はつもぎ、手出しで小そう、なピンズの一色の可能性がちょっと高まりましたが、まだ確定ではない。さてね、もうパワーワンが一番手なりなんですが、うん、やっぱりまだ3色を見ましょう。ツーワン、はい、いいピンはつもぎりでしたね。親は白トンとつもぎり、うん、まだちょっとスピードわかんないですね。あれ、三品もつもぎりでしたね。ただね、ヤンワンローワン手出しで、そうですね、チートイツもありますね。ありますよね、雰囲気、うん、全然ありますね。スピーラーない、まあ、これはね、はい、この瞬間にね、闇手入ってたらもうしょうがない。もう事故ですね。事故です、まさに。まあ、ドラガシャーの時は結構チートイにね、例えばシャー1枚持ってたらチートイ行きやすいですもんね。チーピーは今つもぎでしたね。ドラ切らなくて済みますね。そうそうそう、うん、チュンが7巡目に親から手出し、はい、なんかあんまり進んでる感じはしないですね。
3ピモ、ウピモ手出し、つま切りでしたね。はい。確かに、チートイの線がちょっと、どこ？に見えてきますよね。トンをつま切り。チューンの後、イーストも手出し。まあ、前の話だと、イーストはくっつきで1枚残したとは思えないので、はい、イーソの関連牌は持ってますよね、リャンゾーさんと持ってますね、近いの、ね、そしてこっち今ね、リャンゾー手出しなんですけどね、メンツだとしたら、まあこれもう3ピンピンつもぎりなんでメンツだとしたら、リャンゾーの周り持ってるんですがちょっとね、やっぱメンツ手かどうかまだわかんないですね。自敗、とりあえず持ってないとも思えなくて、まあ、自敗がでもね、もうシャーぐらいしかないのか、素直なメンツ手の捨て牌にしてちょっと異様ですよね。そうですね、まあローワンパワーがね手出しで勘違いは払ってるんで、チーソ手出しの後はリャンゾー手出しと、メンツ手にはあんまりやっぱ見えないかな、まあ、それかそうだな、でも端に寄せてるとしたらやっぱ第一打 Q1 切って勘違いは残ってるの変だしね、ちゃんた系でもないのでちょっと縦っぽいなという予想にしておきます。お、あ、こっちが畳になってきた。4統一ですね。で、まあ一応3色もまだ見るとすると2枚切れのリャンワンかローソーなんですけど、そうですね、3ワン引きそうだからローソー切っとこうかな。3ワン引きそうっていうのはどう？リャンワンが3枚目なんですよね。自分から3枚目。はい、これねやっぱリャンワン早くてこれで3ワン固まってとかあんまないんですよね。こちらもそうですね、なので3、3、2とかは あんまり切らないもんね。3ワンコのケースだけだよね。あんこだったら2切るかもね。メンツならね、この場合はね、ちょっとね、3ワンコはやっぱなかなかなさそうなので山にまだ残ってる可能性が高い。そうそう、よりはね、ただこっちは一応チーソ引きは変化があるから、あとチートの時はリャンワン2枚切れなんでね、3ワン引きそうだけどリャンワン切りましょう。こういう時はやっぱり統一には手をかけない方がいいんですか？はい、もうね、4統一で、ドラもなくて3色も一応ね見えるけど、きついんでチートイリーチを目指しましょう。ウーソーが手出し、はい、あー、なんとか普通のメンツ手進行ですね、親の方が E1 手出し、はい、ヤン1が3枚見えたところでの E1、 安全牌にも見えそうな牌ですね。ただ、安全牌を E1 ポツリ持っとくぐらいだったら白のとこで入れ替えそうなんで、これ安全牌じゃないかな。近くの何か持ってるそう、3ワン持ってるかな。関連ワンコメンツがターツがあったけど3枚目が切れたから諦めた感じですかね。諦めたか4引いたかですか、そうですね、4引いた自然なマンズ3、4もあるけどマンズ3だけか3、3もあるって感じかな。あ、3、3もありますね。ありますね、はい。すまない、きついですね。きついですけど、この安全との意識も持っとくんですよね。そうですね、今のところね、親のゲームできたんで、はい、ちょっと楽になりましたね。そうなんですよね。で、まあ、マンズはもう下は持ってないかもしれないし、ローアンはつもぎり、はい、前に切っていた牌です。うん、これでチートイのイーシャンテになりました。落とす牌ですね。そうですね、ピンバニー1枚、チーソもバニー1枚、ローソもバニー1枚と。でもう親の方は正直言って下の目以外はもう何持ってるかさっぱりわからない状況なので、チーピンもチーソもローソも大差ないかなと。まあ基礎だけはとりあえず残しますよね、はい、パイリ的にね、まあ、これもしチートリで統一だったらしょうがないんですけど、で、あとはそうですね下茶の、捨て牌に嘘手出しがあるんで、まあ、これの周りはまあ持ってることの方が多そうだということで、そうそうそうということなので、まあチーピンは持ってないかもしれないけどローソーは持ってそうって考えてローソーを切ろうかな。切れた、うん、そうですね、それでいきましょう。ほい、こういう時の残し方って本当にこう手牌のね、はい、構成をね、はい、見とかないと山に残ってる牌選べないですもん ね。でね、今回難しいのは、この上茶が変則手なので、そう、あんまりね、
急に読みづらくなっちゃうんですよね、山に残ってる灰は。頼りにならないでしょうね。なんなら切ってる灰は持ってなさそうだなみたいなね。そうですね。そいつだとしたら。はい。確かに。これはもう自分で2枚切ってて、3枚目。岩もつもぎり。なかなかね、みんな手が進んでないですね。散歩のつもぎりですね。そうですね、つもぎりが多い。そう。こう全体的につもぎりが多いなら、はい、自分の道筋でまだやってていいかなって感じですか。まあ、闇点が入ってる可能性は低いですよね。しかも、捨て牌がそんなになんていうか、脂っこい牌が少なくて、うちに寄せてる段階でもう、そうそうそう。で、この人は変則手で、今、2枚切りの難が手出されたんですけど、ね、まあ、張ってるとしてはチートイツですよね。うん、まあ、チートイツは怖いですけど、ただね、展望的にはもう、チートイドラドラとかをケアしてたら、切れない牌多すぎて、もう、これからね、着アップが難しいんで、はい、はい、頑張って、なんじゃこれ、4枚目のセピン引いたよ。これは無理だね。さよなら。さよなら。なんはつもり。まあ、結構今回のはいちゃん苦しい展開多いじゃないですか。多いですね。アチュンが手出されました。これ安牌だね。安牌ですね。こういう時とかも気持ちぶれずに何も変わらずに、はい、打ててます。打ててます。というかもう気にしたらダメなんですよ。その読むことだけに一生懸命なんないと、キューピンが手出し、まあもうチートイと思うしかないかな。いつ転敗かまだわからない。テンパっててもおかしくないけど、チートイツは本当テンパ時期がすごく読みづらいんですよ。そうですよね。で、この2人が明らかに多分テンパ者がいるのに、うん、危ないキューピンが出てきてるんだったら結構テンパですけど、まあやっぱ張ってないことなんか多そうな川だと、うん、全然まだ張ってなくてイーシャンテンでもキューピン切りますからね。イーシャンテンの方がちょっと多くて、テンパはもうそうですね、もうドラタンであってくれぐらいな感じで。で、例えばですけど、6400のチートイドラドラだったら闇にするパターンのが多いですか。多いです。だからもう怖いです。例えば急走短期とか怖いけど、うん、とりあえず、Q1 は取っときます、はい、とりあえず Q1 は統一なことがないので、うん、これは取っときます、うん、で、正直チーピン統一も急走統一もあります、うん、あるんですけど、まあチーピンを親の方がねピンズ上持ってる可能性が高いと、スピンがなくてピンズウェイメンツがあるとしたらやっぱチーピン軸になるはずなんで、と、うん、いうことでここでチーピンを切ってみます。はいはい、まあ、チーソーもね実はかなり使われてそうなんですけどね、ウェイドもただ、ここはチーピン統一の可能性すらあって、チーソー統一だけはないの で、 そうです、ね、チーピンを切ります。おー来たリーチ。はい、うん、ドラギリつきましたわ。このドラに声は誰もかかりませんでしたね。そうですね、おそらくですけどやっぱチートイド進行してるんで統一だとしてもポンできないですよね、うん、1枚か2枚かで親が1枚持ってるか0か、うん、現物はですね、現物の手出しはまあこれで張ってることは少ないです ね、 ね、かなりレアケース。おー、ドラ出てきましたですね。だからチートイのイーシャンテン で、はい、で結構カー強いじゃないですか。これとこれ以外がね、チューチャンパイがなくて、多分チートイツでドラを切ってチートイのイーシャンテン維持みたいな形だと思いますね。おー、うん、張らないし危ない。パーワンはこれで4枚目なんで Q1 はシャンポンにしか当たんないんですけど、はい、ただし Q1 で維持してテンパイが取れるかというと、E は2枚切れ、でチートイツでテンパった時にあんこのパワーを勝負しなきゃいけない、でチーソーも急走も通ってない、これはあまり勝負の価値はないかな。ドラはね通ったとはいえ、うん、自分の形の魅力が低いですね。なさすぎますよね。まあ一応パーソーが通りやすいので Q1 切っといて数走やキューピアンコった時だけパーソーって言ってはあるんですよね。そっちにしようかな。今は展望テンパイ量だけでも欲しいの でチートの人は結構張らない可能性高いんですよ。なのでただねこの Q は実は統一だとしたらもうねここないんだとしたらどっちかあるかもしれないんだけど、シャンポンだとねドラがなくてパンパイももう白髪チューンなんとないんでね、
安いんです。ああ、リーチ一発だけとかね、一発だとわざわざもういい判ついちゃうんですけど、ただ一応テンパったらチートとか3個でテンパったら勝負したいんで9番ぐらい切ります。当たったらごめんなさい、ドンだった。リーチ一発だ。当たりましたね。でもリーチ一発ね。はい。G1、あ、Q1 と G1 か。あ、Q1、G1 ね。Q1 パワーね。2900点でしたね。はい。26は29。うん、まだよかった。これでマンツモ条件残りましたね。26は29。3着円の条件。そうです、そうです。はい。うん。裏が乗ったらやばかったね。やば。結構な。うん。いい感じで当たる牌が出ていってる。うん、まあでもこれはね、多分いいと思う。ね、いいそんなに、うん。悪くない報酬。はい。